ホイールモーター前輪にハブモーターを装備した電動自転車インホイールモーター、ホイールモーター、バブモーターとは電気自動車などに使われる車輪のハブ内部に装備された電気モーター。次世代自動車のコンポーネント技術となると考えられている。必ずしもホイールの内部にモーター部分が入っていなくともハブと一体化して同軸で繋がっていれば インホイールモーターと呼ばれる場合がある。古くは19世紀終わりの電気自動車にも搭載されていたが、その後内燃機関の発達で電気自動車ごと姿を消していた。20世紀後期になり、電気自動車の見直しとともに、再び研究されるようになった。駆動には、ダイレクトドライブと呼ばれる、モーターがホイールへ直結しているものと、伝達効率は落ちるが、 減速機を間に介して、トルクを増幅するものとが存在する。必ずしもどちらかの方式が高効率ということではなく、全体のバランスを考慮して選択される。モータは、内側の固定子をコイル、外側の回転子をマグネットとするものを、アウターロータタイプ。逆に外側がコイル、内側がマグネットのものを、インナーロータタイプと区別することがある。 ホイールの中に搭載されるという制約上、軸方向、軽方向ともに小型化されたモーターが要求される。軸方向の長さを短縮するために、巻線方式には、コイルエンドの小さい集中感を採用する事例がある。軽方向の大きさを小さくするために、空冷方式を採用して、ウォータージャケットを省略する設計も多い。ありがとうございます。